ちょっと曲ちょっと、ちょっと直樹どうしよう、心霊みたいになっちゃってびっくりしちゃうよ。もうエイリアンでしかないけど、こいつボコッて、ボコッと落としてるボッコシですよ、ボッコシ。エイリアンがいるわ。びっくりした今、振り返ったらこれいるんだもん。もうエイリアンってやがってボコッてそうだったら、ミラクルジムじゃな。あー、抗体系マジきち。ははは、空気づいたよ。トレーニング、あーきち。トレーニング中、あーきつい。水の高さを変えるのしか3つある。それうまく使うのじゃ、それが難しいんじゃ。超きつい。あ、行かないで、行かないで。ピリさん、マジきちいよ、これ。行かないで。歩くときってなんかこうなっちゃうんだけどさ、やっぱ普通こうらしいね。これ、帰ったっけ。ははは、これ内股行くで。内股？一人にしないでよ。ヤッピーいつも内股だったっけ。ヤッピー内股だった。あー、なんかやっぱ変な歩き方してるわ。なんかこんな感じで歩かんの。なんかね、小学生の時にこの朝一緒に行ってたんだよ。手なんて、スワちゃんと。お、俺は。スワちゃんがすごい俺にヤッピーいじるのよ。でも、ヤッピーに当たりがひどくて、いつもなんかさ、これやったらなんか、ちょっと、あの後から来いみたいな感じで。スワちゃん、必ず勝つんだけど。いつも負けんのよ。で、こうやって、おーおーおーやってた。水いっぱいなくなったよ。やっぴ水いっぱいなくなっちゃったよ。あれ、おお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 お。これってか、ここの、あの、神殿でしか出ます。うん。パイク、パイク、スパイク。あ、なんか、メインフロアの下のところにさ、いるよね、一番下のところに。カタカタカタ。ダンジョンマップだね。これダンジョンマップ。やったー、スタッフさんありがとう。これきちいね、これこれ。こうやって出そう。これめっちゃきつい。1分とかなんで。それ浮かしてどうするの。これ、これ持たせてば腹筋に力が入って、結構これあれな、トイレになるのストレッチマンで。片手、腕立てして、お前にできない。あ、すごい。矢がいっぱい出るぞ。これ、あれ、あれか、炎の矢か。炎の矢、炎の矢ってか矢でつけた方がいい。魔法メーターがもったいないって。弓は確か50本まで入るよね、でかいの取れば。入る、うん、あれ何飛んだっけ。なんかね、あれじゃないの、なんだっけ、ゲームみたいだよね。いけど、むずい。こっち消えたね。ん、消えた。こっち消えたね。これ意外とむずい。むずくないでしょ、これは。これむずいよ、これむずいよ。消えた。これ反対が消えたね。これ炎の矢で行った方が早くね。炎の矢持ってない、取れない。あ、そうか、取れないのか。そう、あのね、ここクリアして水が増えないから。そうか、そういうことか。そう、じゃあ頑張る。この対角線立つのがまずね、むずい。 D の方でいいんだろう、早くなりませんか。それ早くはね。D の方の2回でいいんでしょ、きっと。最悪その中央になって、ここでいけんじゃないの。でも取るかわかんないかな。でもどっちかつく。いた、片方いった、おいった。おなんかいるよ、また。その役を D の方で、おい、まとめてぶち殺したよ。あ、
無理でしょ、寄ってこなかった。はいやー、すごい焼き貝になったわけだね。美味しい焼き貝ができるとこうなるわけですね。マジか、その手があったか。リンのこの万能説じゃねこれ。だって殻も物と焼き切ったじゃん。やった。反対側も何で後半に反対側、あれだった。その部屋にいるやつが殲滅した。殲滅したよ。これでこれ今一番下なんだよね。あ、いた。あ、いた。仕方してみる。カクカク、これまたね、水で潜ったりとか、ほんとこれがめんどくさい。この、ここね。フックショットでバビューンってやつ。バビューン。おお。あ、そう。普通に行けた、普通に行けた。で、いや、これロングプラス。マジで、うん、じゃあここはもう一番最後なのか。ここの場所覚えておくないんだよ、これ忘れる。一番下の一番深いとこだね。難しいなこれ。鱗が爪にくっついちゃったよ。え、鱗えぐいな。